なんとポケットしていました。アロハついちゃいましたよ、ついちゃいましたおはようございます。やめてください、そんな。いやいや答えられないです。見果ての夢を夢中で悲しんでたね。久しぶりですね、なんか、走ったことないコースにコースインするなんて、うん、おまけに海外じゃないですか。まあ、ちょっと日頃あまりない、緊張じゃないけど、うん、なんか違う緊張感だよね、うん、ですね。始まりましたね。やっと準備できて、今ちょっと食べさせてもらってますけど。チキン。チキン、うまい。でも独特ですね。どう、コースインした印象どう？めちゃくちゃ怖いコースですね。思ったよりもシミュレーターではいっぱいやったんですけど、やっぱりそのシミュレーターってやっぱり、まあシミュレーター S2000 だったんですけど、全く違うやっぱ走ってる感じと、まあ、ブレーキもタイヤの転がりももちろんタイヤのセットも違うので、はいはい、全部違うので、そのアジャストにやっぱり今日の、今日は何の計測もないただの走行会なんですけど、それエントリーしてよかったなとすごく思いました。やっぱりアジャストにやっぱ半日かかる。そうだからね、シミュレーターはシミュレーターですごい情報を得られるんで、はい、それを全てにしちゃうと、はいはいはい、今度ズレばっかりが気になるよね。ここ違うみたいな感じ。そうそうそう、だから同じところ、あ、お、ほぼ一緒じゃんっていう前向きな捉え方 ね、うん、一応今そのアジャストっていうか、まあ、基本的に4速でいけるところが3でいくことが結構多いなと思ってたりしてるので、はいはい、まあ、そうするとタイミングのちょっと問題が、うん、まあ、今まで4、3だったのが3のままブレーキに行くっていうところでちょっとズレがあるんで、はいはい、じゃあシミュレーターやりすぎだな。まあ違うんです、違うんです。まあでも大井さん見ててくださいよ。まあ明後日に結果が出ますから見ててください。お願いします。そういうもんですか。撮影してるあなたもね、あ、こっちで撮っといてあげますから、ね、こめっちゃブオブオブオってやってる見てあげますよ。こう本当にビビりますから。うわ、なんかすげえのが来たな。そのピットから出てくる車にピットロード走ってくる車が譲ってるっていう、なかなか珍しい。どうですか。楽しい。いや、なんか久しぶりにこう各所で G を感じるコースで、いやー来たかいあったね。もうお腹いっぱい。もうお腹いっぱい。もうお腹いっぱい。いやでもとにかく楽しいコースです。日本に欲しい。いや、またこれからあちこち行きますか、いろいろ。いやいや、ほんまね。いやいや、やばいっしょ。アンギャは、国際アンギャはやばいっしょ。さあ、いよいよコースインです。
ポジションだと。
ちょっとオーバーラン気味に来て、マシンたちがさ、ここ結構さ、なんか平気でオラオラはみ出してたイメージがあるんだけど、多分今はそれをできなくしたんだね。ちょっと角度がついてて、それやろうとすると腹がついてしまうと。この車で腹がついちゃうんだから、あの辺の空力化け物たちはその途端吹っ飛んでいくとか、そういう大きなタイムラスをしてしまうような、作りになってるっていうのもなかなかいいね。いや、やっとコース上から景色を見ることができたよ。こっち側から見るのとピット側から見るのとはね、全然違うんだよ。幸せです。